えー、あのまずは、えー、大変興味深いご講演、えー、ありがとうございました言ってますよねはい、えー、あのいろいろお聞きしたいことはいっぱいありますあの本当にいろいろ、えー、まあ勉強させていただきましてで、えー、まあ山田先生にはあのまあチャット GPT とかまあ、えー AI, LLM の特徴、専門的に解説いただきましたし、えー、三沢様の方にも、えー、まあ、え、いろんな事例含めて、えー、面白いところをご紹介いただいて、また、えー、建設業への取り組みも、えー、まあ、いろいろと始めていらっしゃるということで、あの、本当はその辺もっともっとお聞きしたいなというところなんですが、えー、まあ、まずは、あの、お礼申し上げます。ありがとうございました。えー、それですね、まあ、 あの今日あの、お二人も、えー、初めて、えーまあえー、少しこう講演をお互いに聞かれて、えー、何かこう興味を持たれた部分とかお聞きされたい部分がありましたら、まあ、少しこう、えー、お二人でちょっと質問、Q&A をしていただきたいなと思うんですがいかがでしょうか。ま,あ、まずあの、三沢様から山田先生に対して何か、えー、ありましたらお願いします。はいあ、ありがとうございます。三沢です。あの今日の講演をお聞きしてと思ったのは結構 やはりその本筋でこう生成 A を利用する側として考えないといけないことで実はその一本こうちゃんとした筋があっていわゆるそのもちろん原理もそうなんですけどこうシステムの適用だけじゃなくてユーザーの適用も重要なんだってところはこう私とのこう最後発したあの変化を許容するところがあるというところのメッセージと結構そのアラインしてたと思うんですけどもあのそういったところについてですねあのもうちょっとこう お考えをですね、あのえっと私も三沢さんの,あの講演聞いててあの、えっと、スライドの建築以外での動向を整理して見えてくるものっていうのがあってあそこにあの人,人の変化っていう、えー、列があってであれがあの私の,あのお話で言ってたシステム適応 ののものだなっててていいう,うに聞いててやっぱりあそこら辺はポイントになってくるのかなとあの着せずして同じところが重要だっていうことを言ってるなと非常に感銘届けましたはいであれってあのこれまで AI の応用とか開発ではほとんど無視されてたと思うんですねでそれはやっぱりあのエンドユーザーが使う 直接 AI を使うっていう、あの、アプリケーションになってなかったと思うんですよ。そ、それがいいか悪いか別として。で、チャート GTP になって、まあ、成績 AI 全体かもしれないですけど、初めてエンドユーザーが直接 AI を使える。で、それはなぜかっていうと、あの、私のところでもお話ししましたけど、やっぱ自然言語で入出力ができるっていうのが大きいと思うんですけど、っていうことで、えー、っと、なんか、 ガーデン引水すると私が一番重要だと思っているところに、やっとチャット GTP で、それが現実化してきたっていう感じを非常に受けて、やっぱ応用とか、そのビジネス考える上でも、あの、避けて通れないところなのかなっていうふうに感じました。はい。はいあ、ありがとうございます。そうですね。あの、結構、あの、そのインターフェースやはり本質だと思ってですね、あの、まあ、多分コンピューターのこの歴史で言うと、最初こう、ロ一で、 プログラミングをやってた頃から、そっからこうアセンブラっていうちょっと機械、まだ機械寄りだけども、まあ A 単語がちょっと登場するようなところになって、ちょっと C 言語っていうのがまだ出てきて、で、さらにこう Python みたいな、<ー>こうちょっと人間語寄りの機械語が出てきて、で、最後も自然言語になると。人が話してる言葉になるっていうところがかなりこうコンピューターの大きな あの、あの、パラダイムだと思ってですね。結構そこはもう来てるという形ですよね。結構山田先生的にはその先というかですね、あの、今後どう,どういうふうにお考えになっているのかといのはぜひともお聞きしてみて,いて。えっと、あの、どうかな。一つは、えー、っと、まあ、これはどっちかというと AI 側のユーザー提供なんですけど、あの、えー、っと、今、あの、チャット GTP は、あの、う ちょっとわかんないけど、ユーザーモデルとか持ってないんじゃないかと思うんですよね。つまり、この人は今どういう状況でこのプロンプトを聞いてきてるから、えー、いくつかあるバリエーションの回答のうちのこれが適してるだろうとかね。例えば、あの、非常に、あの、締め切りが迫ってて <laughs>、急いで慌てて聞いて、まあ、早く答えろってプロンプトで入ってるかもしれませんけど、あるいは、な、なんでしょうね。あの、日常的にこういう性格の人なので、えー、 とラフでいいから1分も待てなくってあの10秒で答えなきゃダメとかですねそういうユーザーモデルを例えばあの、えー、そ,のそのユーザーの、えーっとまあ、カレンダーのスケジュールとかのデータをある程度取れるっていう契約にしといてそういうとこから取ってくるとかもっとリアルタイムにあのこういうウェブカムで顔表情を取りながら今どういう感情,感情状態とか アフェクティブコンピューティングの方みたいなの使って推定する見たらどこまで行くんじゃないかなと思っててはいありがとうございます、はい、あの結構多分、うん、あの AI 界隈でいうといわゆる世界モデルみたいなものに近い,い、ねねえーえー、世界の中の一部にユーザーがいるって感じですねありがとうございます、うん、はい。はい はい、ありがとうございます。じゃあ、山田先生から。あ、そうですね。あの、いや、ちょっとい、あの、人の変化っていうのを言おうかなと思ってたんですけど、えっと、じゃあ、ちょっと別の方から見ると、えっとですね、僕、ちょっと疑問に思ってんのは、あの、チャット GTP を使ったら、あの、タスクの作業の効率が上がるっていうのは、やっぱり幻想で、 あの、それがえ、向上するっていうのは、その、あの、形全体としてです。えー、あの、そ、それが経営全体としてタスクパフォーマンス、パフォーマンスがお、こ向上するっていうのは、いろんな条件があると思うんですね。その一つの条件が、あの、ユーザーの、その、専門的なスキルの高さ。で、で、私、周辺見てるとですね、まあ、特、特に学生を見てるんですけど、あの、 チャット g t p 全然使わない人と、あの、すごく使う人がいて、で、すごく使う人の典型例は、えっと、スマートフォンアプリは書いたことないけど、それ以外のスクリプト言語とか C とかそういうのは大体わかってるってパターンが典型の一つなんですね。つまり、あの、素養は大体わかってるんよ。基礎は。だけど、ちょっと応用のレベルで違ってるような人ね っていう人は、あの、要するに、もっと具体的には、プロンプトは書けるけど、自分じゃ解けない,ってい人。そういう人が使うと、システム全体としてのパフォーマンスが上がるんだけど、えっと、最初からプロンプトも全部自分で解けちゃう、あ問題自体は自分で解けちゃうっていう人は、自分で解いた方が早いので、そういう人は、あの、使わない。まあ、実際そういう学生がいるんですけど、っていうようなところを、ちゃんと押さえとかないと、 どうなのかなっていう疑問があって。あ,ありがとうございます。はい、はい。結構、それあの、同じアナロジーがですね、あの、建築業界にあると思っててですね、ああいわゆる、あの、二次元の図面と、あの、ビムって三次元の図面ですね。ああとか、そういうふうなところで、あの、現場だともうそこで、あの、もう図面見たらすぐわかるけど、あの、 最近だとこ3次元で見ないとやはりこう想像ができないとかっていうふうな人もいたりとかしてですね。ああそれと技術としてはある、あって使いこなせば便利だし、あの効率化になる人もいるんだけれども、あの、その、なんでしょうね。まあ、もうすでにこう2次元の方で能力、特殊な能力を獲得している方とかですね。あの、ある程度できるので、結構そこの構造としては一緒なので、うん、ま、結構その建設業を課題やる。建築とか建設、全般で抱えてる、あの、課題とも近いのかなと思ってお聞きしてました。うん なんかサ,サービスをこう売り込むときのターゲットにするユーザー層みたいなのを、うん、そ,それはあの、あの、えっとか、社外にこう、なんていうかな、なんか広告の一つとして出す必要はないんですけど、た多分作られてるんだろうな。意識的にか無意識かはわからませんけど、うん。そこら辺ポイントじゃないかなと。で、それはあの、ちょっと私最後の方であの時間なくて言えなかったんですけど、あの、結局、 ユーザーの能力とそれと AI の能力を天秤にかけてど,どっちを使うかっていう自ョンメイクを繰り返すっていうのがまあ我々の考えてる全体の構造なんですね。だからチャット GTP も典型的にそれでこの手の文章の要約だとチャット GTP は非常によくできるけどこういうのは良くないっていうようなそういうものが、うん、やっぱりいろいろ出てくるんじゃないかなっていう。 感じしすあ,ありがとうございます。はい。そうですね。結構その、あの、使い方とかですね。じゃあどういうタスクが GPT、チャット GPT とかを使うと、こう、効率化したりとか高度、コード化して、どういうのは逆に苦手。まあ遅くなるけどどうこうとかっていろいろあると思うんですけど、結構最後のその、入出力のこう、刀あるなしとかが結構私の考えるその一個こう、今の時点でのこう、見極め方かなとは思っててですね。例えばその出力も入出力もこう、ルールがない状況はですね、あの、 いわゆる想像の創発、創発といって、まあ、チャットして、こう、壁打ちして選択肢を出してもらうので、まあ、それ自身はあんまり効率化ではない。ただし、こう、イメージが膨らむとか、そっちではあるので、結構その、効率化を目的,目的に置くならば、また少しして、こう、入出力のルールを定めようとか、かそういうのはあると思いましたね。なるほど。あ、で、それ、<laughs> ついてあれなんですあの、入出力の、 うんと、何でしたっけ入出力のあルールですか、ね、あルールか。あの、あれは、あの、あの、タスクディスクリプションの一部かなと思って聞いてたんですね。はい。あ、そうですね。はい。でや、やっぱり、そのあ、あの、まあ、入出力のルールがあって、それで実際どういう処理をやるかっていうプロシージャーみたいなのもあってっていうふうに、まあ、それ全体でタスクディスクリプションだと考えれば、まあ、やっぱタスクディスクリプションを書ける、書けないとか、その、今、 使うユーザーが書ける書けないとか、えー、まあ、ドメインとしてそもそもあるなしとか、そういう分類の仕方っていうか、まあ、結局そういうタスクの分類なんですけども、そういう分類の仕方が、そのチャット GTP を使うときには非常に重要で、そこ慎重にやった方がいいなというう思います、ねはい。はい、それに聞いてちょっと思ったのが、はい、やはりこう、今まで建設業でこう、今活躍されてる、あの、人材っていうのは、どっちかと,いうと専門、 か、機質の方が多いと。うん、職人機質の方が多い一方で、チャット GPT ていろんなこう、あの、タスクディスクリプション、いわゆるどういうふうに聞くかとか、そういうふうな説明をうまく聞き出すの、どっちかというとこう、すごく器用で、あの、まんべんなくいろんなことができるような、うん、あの、タイプの人間で、結構そこが違うのが、ある種、あの、面白いところであり、あ<ー>こう、こういう皆さんで考えたいことでもあるなと思っていて、うんうん、そうですね、うんまあ。そういったところは意識するかもしれないですね。 あの、ちょっと某、ぼう,ぼうちょっと別、なんか,なんかば別の集まりで、あの、チャット GTP を、私から見ると過度に、あの、擬人化してる人の話だと、なんかすごいジェネラリストだっていうんですよね、チャット GTP って。そ、それがすごく印象に残ってて、なんかスペシャリストというよりは、割と広く浅く知ってる、究極のジェネラリストとしてなんか捉えてて、で、 実際にはそんな人間存在しないじゃないですか。だけど、そういう存在しないんだけど、AI 上では実現できてしまうみたいな、そういう仮想パーソナリティみたいになってて、そういうのとの付き合い方みたいな、新しいタイプのなんか、擬人化された AI との付き合い方みたいになるのかなと思,い思って、面白いなと思います <laughs> ありがとうございます。そうですね。結構、まあそこの、 まあちょっとあの余談に近いんですけどあのじ、その、なんでしょうね、その汎用的な知識を持ってること自体が、各ちょっとした専門分野の,あのし知らないことをの精度を上げるって結構これ、あの、論文でも言われてて面白いことでして、例えばその、Google が GPT の前ですけど、マルチリンガル T5 ってのを出したんですね、うん。これが、いわゆるその、ま、のじような言語モデルで言語を予測するモデルなんですけど、 あの英語だけで学習したものよりも、他の言語とかも入れた方が、英語自体の精度も上がったと。うん、他の言語で獲得した知識とかもうまく使ってやったんじゃないかみたいな論文があるんですけど、<や>結構そういうところであの、まあ、いわゆるジェネラリストであるっていうところもいところです、ね、そうですね。だからちょっとあ、はい、あ、まあまあでいいんですかえっとあ、アカデミックの話すると、あのいわゆるあのチョモスキーのユニバーサルグラマーみたいなものが、なんか、なんていうか、また、 流行るのかなっていう感じがして、いや、やっぱ、歴史はぐるぐる回ってるなって感じました、うん。はい。ミサさん、よろしいですかはい。あ、じゃあ、お返しします。<laughs> はい。はい。じゃあ、あの、はい。ありがとうございます。えー、まあ、あの、すでにもう建築の話もいろいろ交えながら話していただいたんですが、まあ、改めて、その、まあ、建築分野で、じゃ えー、まあ生成 AI とかまあ,あーまあさっき AGI っていう話も出てきましたがまあそういう汎用人工知能みたいなものがまあ今後出てくるとしてあのまあど今あの人の変容とかですね、まあ、どういうタスクにあの、まあ、AI を使うかっていう話がありましたがあのまあ三沢様の方はもうすでにいろいろとやってらっしゃるんでまあちょっとお聞きしたいんですけど、えーまあ、やっぱりその AI を使うっていうことはある程度その学習するべきデータがえーまあ膨大にあってまあそれであのそれを踏まえてえまあタスクを解決していくということでまあ先ほどルールの話もありましたがあのまあ建築ってやっぱりそのまあ都市全体をこう作っていかなきゃいけないえその中で生産的な施設もあればあるいはクリエイティブな施設もあるデザインもあるということで。 まあ先ほど画像先生だとパースを作れるみたいな話ありましたが、えー、今のところのその、なんかこう、少しこう、時間軸の AI を使ったビジネスのこうビジョンとしましては、どういう部分からこう解決していくといいというふうにこうお考えですかね。はいあ、ありがとうございます。そうですね。あの、まあ、基本的にはまず、そうですね。あの、言語領域で言うと、まあ、それこそ書類で、 紙でやってることとかかなり多いと思ってて、それが今だとこう GPT に目がついて OCR がいらなくなってあのシステムで処理できるっていうふうになってるんですけど、我々もあのサービスとしてこういう請求書現場からこう今何万の現場から今紙がないんですけど、そういうのを提供させていただいてるんですけど、そういうところでまずその、いわゆる書類、人間が言葉とかで扱ってるようなやり取りの媒体をまず変えていくところで、やはり紙からあのデジタルにすると便利だよねってみんなわかってるんですけど、どうしてもそこにこう OCR っていうのをじゃ作んないといけなくて、 そうするとでも OCR って書類のフォーマットごとにないと精度が出ない出ないんだよな吉野に解釈してくれたらいいのになっていうのがこれまでのあの状況だったんですけど、今だとこうあのもう文章を読んでまあ、ここに書いてるのは請求金額だろうなとかで出来高ここに書いてんだろうなとかって読めるわけですよね。でそういう風な感じで吉永こう書類をこう 理解していくっていうのがあるので、まあそういうドキュメントアンダースタンディングみたいな分野なんですけど、まあそういうところはまずやっていくところかなと思いますね。で、まあその先にこう我々がこう、まあ先にしてもやってるんですけど、やはり身体性って言ってるところあとこう、まあリ,リアルティの部分ですね。うん、ハードの部分で、建物をこう作る上でやはりこう欠かせない建物本体の方で、これはもうデジタル上のデータじゃなくて、まあリアルのものなので、これをどう扱うのかっていうのはやはりこう本質的にはそこが、あの、 解決しないことには、まあ、AI でこう建築をよくできたとは言えないと考えててですね。うん、じゃあそ、それで言うと、例えば媒体としては、もちろん画像もそうなんですけど、奥行きを取るのに天群っていうのが必要だったりだとかですね。うん、まあそういうふうな 3D 関係の例で,ですね。ビームもそうですし、まあ、そういうようなところがですね、あのどういうふうに AI で活用されていくのかっていうのは、ちょっと我々も模索しているところであるんですけど、そういったところが今後の建築かける AI の肝になってくるかなと思います。うんうん、はい あのまあ、単純な機体としてです、ねえーまあ、今は生成 AI でいろんなイメージはどんどん作ることができるんですが、まあ、先ほどあの天群からビームデータを自動生成するあの3、えー、少し技術あの紹介いただいたんですが、あのーまあ、もう近い将来、まあもうことまあ、自然言語で入力すればもうああいうビームデータで、まあ、もう画像を飛ばして、えー、生成 できるような、えーまあ、もうそういう、えーまあ、UI といいますか、まあもうえー、ツールがすで、まあ、にも開発されてらっしゃるのかもしれませんが出てくるどんどん出てくる可能性が高いってことですかそうですねあの、まあ、技術的な進歩としてはそういう調理はあると思っていて、まあ、天群とかもまあ今,、うん、今までこそ あの、普及し始めたというか、機器もですね、どんどん何分の1とかになってきて、測量とかも結構、あの、安価にできるような時代になってきて、まあ、その背景にあるのが、まあ、例えばその自動運転の進歩とかで、天群機器をもう大量にこう、もう発注するような人が現れるそうするとこう、あの、市場競争が起きて、価格競争が起きて、安いやすいものが出てきて、ですけれども、精度がいいっものが出てきて、メディアとしてまずどんどん普及していくっていうのがあるんですね。まあ、そういううな流れがあるので、まあ、まず 3D の、あの、AI 技術、 そのものもどんどん進歩していくとは思いますね。でただ一方で、あの、結構その大きく、今 AI が進歩した背景って、その、やはりウェブとかの影響が大きくて、うん、ソーシャルメディアとかで言語のやり取りされて画像が貼られて、っていうふうなところがあったんですけど、やはり 3D データってどうしてもこの、なかなか我々が普段使ってるこの、なんでしょうね、こう、板というかですね、この二次元がどうしても出てこないので、うん、あまりこうソーシャル的にこうやり取りされづらいので、そういったところで、あの、 人類全体を使ったこうデ,データがどんどんやり取りされるってところまだい,い,いってないので、まあそういったところでデータの量を使った、あの、ドカンとこう、グーグルとかオープン A みたいな大きいところでやっちゃうような領域ではまだないっていう感覚ではいますね。なるほど。はい。ありがとうございます。あの、矢場先生は、まあ、あの、さほどあの建築分野では、えー、あまりこう、なんでしょう、えー、研究されていらっしゃらないのかもしれませんが、まあ今日の三沢先 そのお話を聞かれたりですねあるいは、あの、先ほどタスクの記述をどういうふうにするかっていう話がありましたが、もし山田先生はそのこれから建築分野で何か取り組まれるとすると、ど,どういう部分からこうアプローチされたいんですかなんていうかな、えー、あの、こう、記録に残ってない知識ですね。まあ、もまあ、あの、結構限定すると、あの、 あ暗黙地的なもんとか、要するに言語化できないような、あえあの画像化も何もできないような知識は、あの、絶対出てこないと思うんですね。うん、LLM では。うん、なので、えっと、それが、その建築の分野で、私的にはなんか、あの、たくさんあるんじゃないかと思ってて、あの、えっと、いわゆる、うん、そう、できるんですかね。あの、な、なんかこう、あの、 図面とか、スケッチを見て、あの、ピンとくるとかですね。<laughs> これはいいとか <laughs>、うん、美しいとかですね。<laughs> で、まあ、多分、なんだろうなそ、その画像、あの、スケッチ画像を入力して、そういう、あの、ラベルを付けちゃえば学習できるって言われるかもしれないけども、<laughs> うん、うん、少なくともそのデータはそんなにえ十分にはないと思うんですね。<laughs> そのラベル付きデータってのは、おそらく。 で、た、多分共有されてなくって、あ,ある設計事務所等の中とか、ある、あの、建築家の周辺であるとか、うん、下手したらそ、そこの、こう、えー、代々続いてる、その <laughs>、一派の中では共有されてる。あ、だから、だからなんていうかな、寿司の握り方とか、そんなんと近くて。うん 口では全く表現できなくて、単に見て学ぶみたいな。だから、その、その感性的なところとかっていうのが、えっと、その、うん、チャット GTP では扱えない部分になるんじゃないかな、と思うんですけど。だからもし、ないや、それもできるって、えー、おっしゃる方がいたら、ぜひやってい、 見てできたら、おお、すごいなと思うんですけども、<laughs> そ、そのあたりはどうなんでしょう。だから、なんか、んなんていうかな、理、理論理的、理論的にできると、僕はいいんですけどね。ええ。ミサあ、すいません。ちょっと、あの、その界隈の人ともは話したことがあって、ね、あの、これもそうですね。確かに、その、おっしゃる通りで、本当にもう、あの、人間何を近くして、で、なんか、なんとなくやってることを、実際、 じゃあ最適化問題に書き下すと、とんでもない制約条件が出てくる。よくある話で、そこはどうしても難しいところで、なんとなくやってることっていうのはどうしてもそうですね、あの、形式化する、明示化するってのはどうしても難しいんですけど、最近結構言及で言うと、まあ、それこそ世界モデルっていわゆる常識的な、に考えるとこうみたいなのはさ、さっき世界モデルって世界がどういうふうになってて、あ,<ー>あの、そういうふうなのもあるんですけど、はい、例えばあと最近だと脳、脳とかはかなり、脳神経の方でも、 研究をやられてて、まあ、もちろんすぐ数年以内にっていう話ではあんまりないと思うんですけど、まあ、そこも面白い研究がいろいろあって、なんか大阪大学のチームとかがですね、その人間の脳の信号をもとに、その何見てるかを生成しちゃうとかもやっててですね、うん、まあそういう人間の信号をもとにやってるふうな研究もこれはあの先ほど私が言った最初01からコンピューターを扱う言語があの言葉までできたんだっていうんですけど、そのうち脳のし電気信号になるのかもしれないとかは思ってるんですけど、一応研究としてはそういうのはあったりはする。 するだと思いつつ、まだまだ技術的には先ほど、ちょっとイーロン・マスクとかはなんか、あの、やってますけどそ。そのデータを使える、使うようになれば、まあ変わってくるかなとは思うんですけど、ただですね <laughs>、<laughs> まあ僕脳科学ってかなり否定的で、えっと、 要するに、脳の,の,の,の中ではいろんな電気信号があってですね、まあノイズも含めて、あとケミカルな部分はほとんど無視されてるらしいんですけど、ちょっと言い過ぎかな。あの、<laughs> 後で怒られるかもしれませんけど <laughs>。なので、えっ、ー、と、なかなかそこら辺で綺麗なデータあ、しかもラベルがはっきりついて、かつ綺麗なデータを取ってくるっていうのは、 そうそう簡単じゃない。そうですね。あの。と思われますし、すね、もしそれ発見したらノーブル小級だと思います。すはい。あの、いわゆる低侵襲とか非侵襲っていう人体に影響を与えないように、いかにこうクリーンな、はい、あの、脳波とかを測定するかも、こう一個、研究分野として、どん,なんかあるような。あの、BMI とかで、あの、筋電、筋、筋、筋電位とかの電流とか、はい、いっぱい重なってくるやつを、はい なんか、あの、私があるビデオで見たやつは結構むっちゃいい感じで、<laughs> 顔のを動かさないとかね、はい、なんと、どっちかの方向を見ないとか、なんかす、すごいその、えっと、参加者の、あの、にインストラクションでいろいろ与えるということで排除するみたいな原始的なことをやってて、はい 終わってるなと思ってるんですけど <laughs> あの。まあ、非常に難しいと思いますね。だから、原理的にはそうなんだけど、実際はまあ、ほぼ不可能じゃないかと思ってます。それと、AGI も非常に私は否定的で <laughs>、これは私だけじゃなくって、AI やってる人のかなりの人は割と否定的だと思うんですけど、あの、あの、さえっと、ま、まず一つは、えっと、AGI って基本的には、あの、あらゆるタスクができるってことだと思う。 まあ私は理解してて、えっと、で、あの、さっきのあの、ジェネラリストという話ありましたけど、あの、ノーフリーランチ定理っていうのがあって、あの、えっと、要するにジェネラリストは何もできないっていうのがノーフリーランチで、えっとも、も,もうちょっと簡単に言うと、あの、グーグルのあの、えっと、レス、あの、社食がタダだっていうのがありますよね。で、あれ <laughs>、それを聞いて驚く人がいるんですけど、いや、あれタダじゃなくって、誰かが払ってるわけですよ、要するに <laughs>。 で、全く何のコストもかからずに、あの、お昼ご飯出てくるわけないんで、結局だ、あの、払ってるところが見えてないだけであって、あれは給与に、あの、てん、あの、うわ、うわえー、から引かれてるかもしんないけど、その本人が払ったって意識がないだけであってで、あれと一緒で、あの、ノーフリーランチってのは要するに、あの、 えっと、問題、えっと、専門的になればなるほど能力は高くなる。専門的でな,れならないで、ジェネラルレスになればなるほど能力は低くなる。特能力ですね。っていう、まあ、定理なんですけど、あの、あ、あれを超え、どうやって超えるのかなっていうのが <laughs>、あの、エイジアに対しての非常な根本的な疑問なんですけど、えー、まあまあ、それはいいんですけど、はい。えっと、えー、はい。だい 言、はい、言いたいいたたことは言いました、はい <laughs> はい、ありがとうございますであのじゃあちょっとすいませんあのこちらでもう一あのちょっとテーマ最後に一つだけお聞きしたいのがまあやっぱりその対話するっていう自然言語ができるでまあいろんな方がやっぱりこう AI というものを身近に感じるようになってでまあ、えー、教育的な使い方が結構できるということで、まあ、さっきの「えー 建築のイメージパースを作るっていうのもまあ一つのデザイン検討ツールの使い方だと思いますしあと先ほど三サさんの,あの事例の中で英会話のこうインストラクトができるっていう話もありましたが、まあ、やっぱりそのなん,かなんかのこう製品を作るとかアウトプットを作る以外に何かトレーニングをするとか対話相手としていろんなこうそのキャッチボールをするっていうことがやっぱ結構大きい。 そのあたりについて何か建築分野でもいいですし建築分野でなくてもいいんですが、えー、なんか直近で何かこうこういう使い方期待できるよねっていうのがもし先ほどの例で関係してもいいですしそれ以外でもいいんですが何かございましたら あの、教えていただければと思うんですけど。うん、あ、じゃあ、M です。あの、あの、ミサさんの、あの、どれかのテーブリングにもあったんですけど、まあ、疲れないとか飽きないっていう対話がね、あの、チャット GTV は。で、はい、あの、まあ、これ実際も始まってますけど、あの、高齢者施設とかで、えっと、あの、まあ、ちょっと認知,認知症が進行するような高齢者の方と、 あの、もう、本当内容がないようなやりとりを延々続けるっていうのが結構大事らしいんですけど、うん、<laughs> それ人間がやるのはほとんど無理なんですね。あの、耐えれないっていうか、うん、そういうところで、まあ、話し相手というか、もう本当おお茶飲み相手、何ら、うんね、かの反応を返してくれればいいので,で、その場合、あの、テキストで返すのはちょっときついんで、音声とか、あるいはなんか、あの、ある種の、あの、 ヌーグルみたいな外見を持ったものでも何でもいいんですけどそういうのを通して、えー、そういう非常に単調かつでも継続し持続するのが大事っていうような対応をするっていうのに使うっていうのは割と直接的なな応用でよくあありりまますすねるほど、はい、ありがとうござい建築に限って言うとそれこそ今あの現場でこうの技能者が辞めてらっしゃってであの建築 学科出身の方とかも現場からでも少ないんですよね。あの、派遣の方とかも増えてて。まあ、そういう業界なんで、どうしてもこう、教育はもちろん重要な課題である一方で、まあど、そうですね。あの、例えばその、先ほど言ったように、こう、なんでしょう。暗黙知とそうじゃない、こう、健在化した知っていうのは、そこの使い分けというか、意識が重要で、顕在地はいくらでもこう、教育に使えると。うん、ただ、そこのデータを集めておいて、で、そこをもとにこう、いわゆる問、問ンドをしたりとか、うん、あらかじめこう、 ロールプレイングをして、こういう時はこういう事故が起きるから、そういうフィードバックで教育ができると思うんですけど、どうしても課題っていうのは、暗黙値をどうしていくのかうのどうしてもそこはまだこう、未解決の問題だと思ってですね。そういうところはこう、あの我々こう、AI 側のこう人間だけでもどうこうできる問題ですけど、どうしてもこう現場でこう実際にじゃ暗黙値を扱っている人たちとも一緒に考えていかないといけない問題ではあるので、そこどうしていくかっていうのは、教育の大きな、うんうん、乗り越えないといけない壁かなと思いますね。なはい。 はい、ありがとうございます。あ,あ、どうぞあ。すみません。あの、あの、教育っていうか、あの、えっ、ー、と、大学のレポートあんまりインパクトないんですけど、例えば入試、大学入試でも高校入試でもいいんですけど、あの、基本的に、そういう試験は、チャット GTP に,に聞いて答えれない問題に限定する。<laughs> つまり、あの、さっきあの言いましたけど、あの、タスクディスクリプション自体は、 多分できないんです。で、これが一番大事なんですよね。あの、社会に出て何が一番重要かっていうと、あの、大学の入学、入試までは与えられた問題をいかに解くかだけをやってて、こういう問題作れっていう課題は、まあ、まずないんですで。ところが社会に出ると、問題ってオーマライズされてないんですよね。定式,あの形式化されてない、定式化されてない。で定式化されてないいろんな、 あの、このリアルな世界の中で、自分で問題を掘り起こして、それをフォーマライズするっていうのが一番重要な能力なんで、ここはチャット GTP にはできなくって、で、解くのは割と、まあ、大体できちゃうっていうことで、だから、一回入試作るときはチャット GTP に解かして、解けたらそれは使わないっていうのはいいんじゃないかなと、ええ、今思いました。<laughs> なるほど。はい。ありがとうございます。はい。えー、それでは、あの、まあ、 えー、もうそろそろ終わりにさせていただきたいと思いますが、まあ、最後のお話で、まあ、少しあの、まあ、今日のま,あまとめというわけじゃないんですが、えー、なんかこうちょっとあのさらにこうなんかあの少し理解を深めさせていただいたのは、まあ、まあやっぱり建築業界あるいは社会全体がやっぱりこうあの、まあ、入力ルールがこう定まらないことが多いと。でまあ割とえー まあ、いろいろ考えながら対応していかなきゃいけないことが多いんで、うん、まあ、そこにどういうふうに、こう、AI を活用していくかっていうのが、まあ、大きな課題であると。で、まあ、先ほどは暗黙地をどういうふうに、こう、えー、まあ、入力データにしていくかっていう話ありましたが、らまあ、まずは、まあ建築業界としては、えー、建築分野としては何かど、どうやってそのデータをストックするかとかですね、うん、記録するかとか、えー、それをどう活用するかというのを考えながら、記録の仕方とか、 えー、まあ、整理の仕方とか、そのあたりから考えていかなきゃいけないのかなっていうのをちょっと今日、えー、まあ、感じた次第です。はい。いや、おっしゃる通りで暗黙地は最終ターゲットだと思うんですよ。うんうん、でも、それに至るまでにやることはいっぱいある。あるいはできることで。うん、はい。ですね。はい。ありがとうございます。えー、そうしましたら、えー、まあ、もう時間が来ましたので、えー、まあ、あの、短い間でしたが、 えー、まあ大変あの参考になる、えー、お話をいただいたかなと思います。えー、それでは最後にあじゃあし倉先生にお,にお返ししますね、はい。ありがとうございます、はい。じゃあ,あの討論はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、では皆さんあの山先生と三沢様にもう一回大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。